今回はいよいよ原田さんの苦難のヨーロッパの旅が始まります。終わるまで帰ってくるなって言われて、で私はまあ平社員ですけど上司の課長と2人で行かされました。上司の名前は矢野さんって言うんですけど、息子は2人ぐらいいたかな、ちっちゃい子供ね。行きました。いい上司ですよ、優しくてね。それで最初はイタリーのミラノ、スウェーデンストックホルム、それからノルウェー、オランダ、もういろんなところにお呼びがかかります。でイタリーの NCR の駐在所がありまして、そこから電話がかかってきて、さあ今日はミュンヘン行け、今日はイタリー行け、もう毎日、日本でいうと札幌、東京、大阪、福岡、仙台ってこんな回るような感じで、もうどこ行っても同じ現象、あっちこっちからお呼びかかるわけですよ。日本の工場長と電話会議やるわけです。今だから言えますけど、ラインが止まってるでしょ。経営陣ってのは本当にもう排水の陣ですよね。で生産技術部長が電話口で泣くんですよ。なんとかしてくれ、設計したのこっちじゃないですか。でね、生産技術部長が泣くほどやっぱり緊迫してるんですよ。でも私一人にかかってるじゃないですか。そういうプレッシャーの中でこう夜の夜行の飛行機でね、移動するでしょ。夜中のもう真夜中に着いて、ミュンヘンに着いてタクシーに乗って、運転手にどっかホテルないか、もう予約もせずに行って、ホテルに泊まって両替する、まあそういうトラブルシュートの旅をずっとやっていく中で、私の上司の矢野さんっていうのが飛行機の移動中にね、窓際座ってポケットから写真出して、子供の写真ですよ、窓際に向かって涙流してるんですよ。やっぱホームシックかかったんでしょうね。でそういうのがちょっとこう続きすぎたんで、矢野さん、トラブルシュートに来て泣かれると私も困るんですけど、帰ってください、一人でやります。で上司帰りました。で涙流す上司がいなくなっただけ気が楽になりましたけど、ということでずっと動く、もう北行ったり南行ったりね。そのうち年末になっちゃった。で12月のクリスマスが超えました。たらもうあの当時はクレジットカードを持ってない時代で、全部トラベルチェック小切手なんですよ。それが底尽きたんですよ。金がない。そして日本に帰っていいかってね、連絡してもフランスで年を越せ帰ってくるなってことで、お金ないよって言ったら NCR ブランチから金借りろって、お金借りて年末年始過ごしたんですよ。まあということでね、いろいろ苦労あったんですが、最後に分かったんです。どうも北に行けば行くほどトラブルの頻度が多いなと。北に行けば行くほど、ローマ、ミラノよりもスウェーデンとかミュンヘン、こういったドイツの方に行くと結構トラブル頻度が多い。ちょっと待て、なんだろう、地域によって違うのはなんだろう。考えて頭にパッと浮かんだのが湿度です。湿度が違う、乾燥してるとこ行くとトラブルが多い。ひょっそしたらこれは静電気じゃねえかと。ということでドイツ行った時にじーっとポスシステムをこうずっと見てた。そしたらこんな太ったおばちゃんがポスシステムをパーンと打って、生産機を押すとドロアって言ってお金が入ってる引き出しがボンと出てきますね。出てきてそれをポッと閉めた瞬間、ストンと機械が止まったんです。真っ暗な目した。その瞬間目撃したわけですよ。それで私はあ、これだと思っていろいろ見たら、ドロワーの中にお札が入ってます、コインが入ってます。そのトレイはプラスチックです。出し入れするごとにそこに静電気がたまります。閉めた瞬間何千ボルトまで上がった静電気が向こう側の金属に引っかかってカチッ、これラッチって言うんですけど、パチッと止まります。その金属と金属の間に放電が起こって、電磁波でマイクロコンピューターがトラブった、誤動作をしたっていう想定ができたんで、そういう仮説の下で対策を打ったら見事になくなった。アースの線を引いただけです。それだけ。これはね、もう本当にもうこんな感じ約2ヶ月。これはね、精神的な大変でしたよ。でもいろいろ遊びましたけどね、年末年始パリのシャンゼリゼのメインストリートの一本裏の飲み屋さんとかたくさん行ってね、まあ、いろんな夜の街も随分勉強しました。次回は磯部塗装4代目社長の磯部武秀さんをゲストにお招きします。次回から木曜日と日曜日の配信となります。